今回は、転送アートのテキスト2アニメートの利用方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。では早速ですが、まずは転送アートの公式サイトにアクセスします。転送アートへのリンクは、概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、ログインをクリックします。いくつかサインアップの方法はありますが、Google アカウントを利用するのが簡単なのでおすすめです。 Google でログインと書かれているボタンをクリックします。そうすると、アカウントの設定画面が表示されるので項目を設定していきます。ニックネームは自動で割り当てられますが、変更も可能です。説明の部分は、空欄のままでも問題ありません。保存と書かれているボタンをクリックします。そうすると、転送アートのアカウントが作成されます。これで、転送アートにログインできました。 それでは早速、転送アートで画像を生成していきましょう。まず画面の上にある検索窓に、モデル名のキーワードを入力します。今回は、3D アニメーションディフュージョンと入力します。そうすると、キーワードに一致したモデル名が一覧で表示されます。この中から、3D アニメーションディフュージョンを選択します。そうすると、選択したモデルの詳細画面が表示されます。 この画面が表示されたら、実行と書かれているボタンをクリックします。これで画像を生成するための準備が整いました。それでは早速、画像を生成していきましょう。概要欄に貼っているリンク先のページを表示します。このページを表示したら、パラメーターと書かれているタイトルの下のテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、転送アートの画面に戻ります。 転送アートの画面に戻ったら、プロンプトと書かれているテキストの右側にある生成パラメーターのインポートをクリックします。そうすると、先ほどコピーしたテキストが貼り付けられた状態で、ポップアップ画面が表示されます。ポップアップ画面が表示されたら、確認と書かれているボタンをクリックします。これで画像を生成するための設定が、それぞれの項目に反映されます。項目が反映されたら、 生成ボタンをクリックします。そうすると、画像の生成が開始されます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。それではこの画像をもとに、テキスト to アニメーションを実行してみましょう。まずは、今回作成した画像の右側にあるコピーのマークをクリックします。これで、この画像を生成するための設定がコピーされます。設定をコピーしたら、 テキストとアニメートのタブをクリックします。これでテキストとアニメーションの設定画面に切り替えます。次にプロンプトと書かれているテキストの右側にある生成パラメータのインポートをクリックします。ポップアップ画面が表示されたら確認と書かれているボタンをクリックします。これで画像を生成するための設定がそれぞれの項目に反映されます。ただし、 ベースモデルについては自動的に変更されません。そのため、ベースモデルは手動で設定します。ベースモデルをクリックします。ポップアップ画面が表示されたら、キーワードを入力します。今回は、先ほど作成した画像のモデルと同じにしたいので、3D アニメーションディフュージョンと入力します。そうすると、一覧にキーワードに一致したモデルが表示されるので選択します。 次に、アニメートディフの設定を変更します。ナンバーオブ of Frames は16に設定しておきます。また、FPS も16に設定しておきます。これで、アニメーションを作成するための準備が整いました。それでは早速、アニメーションを作成していきましょう。生成ボタンをクリックします。アニメーションが作成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、 このようなアニメーションが作成されました。こんなに簡単にアニメーションが作成できるのは便利ですね。いかがだったでしょうか今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、 現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。